溶かしバターを贅沢に使った焼き菓子。ふわりとした生地の中には濃厚なミルクが入っています。パッケージも大変スタイリッシュです。大丸札幌店に今日から期間限定でオープンしたお店の名前、それはズバリバターズ。大丸札幌店に来週火曜日までの期間限定で登場したのはクラフトバタースイーツの専門店です。お世話になってる方にあげようかと思って。今日何個買われました？4点です。1点は自分用で、あと2つはそうですね、帰省するときに両親の手土産用です。一番人気のクラフトバターケーキは去年4月の発売から1年余りで100万個以上が売れた大ヒット商品です。ジャージーバターのその濃厚さと、あとはその風味の濃さ、濃厚さですね、非常にこう特徴的なバターになりますので、その濃さを生かしたバターケーキを作ろうと。イギリスジャージー島産の希少なバターを使ったバターケーキ。今スイーツ業界では高級バターを贅沢に使ったリッチバタースイーツが注目を集めているのです。気になるその味は？なんだこれ。濃厚なんですけど、中空洞なんでものすごい食感軽い。しっとりしたところを噛み進めていくと、ものすごい贅沢な乳の香りっていうのかな。さらにこんなおすすめの食べ方も。トースターで軽く焼いてみると、違います。すごい濃厚なホットミルク飲んでる感じです。バターが強調されるというよりもミルク感がより濃くなる感じです。こちらはサブレ。道東別海町の生乳で作ったバターがたっぷりと使われています。バターの魅力たっぷりの新感覚スイーツ、ますます注目が高まりそうです。